どうもハンサムクロジです。ステラブレード続きやっていきたいと思います。このゲームはネイティブという化け物に侵略されてしまった地球を舞台に、そのネイティブをやっつけて地球を取り戻そうとするイブさんのお話です。私がイブよ、よろしくお願いします。アクションゲームです。ですが探索ばかりやっておりまして、今回も引き続き探索していこうかなと思いますけど、よかったですね、チャンネル登録、高評価、コメントなどなど、更新通知ボタンなど押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。不定期なんでね、更新ね。はい、ということで、なんかあるか、ここ。いや、ここのさ、調査は また後でしたいところなんだよな。ここは本当にたまたまさ見つけて、ここ開かないでしょ、どうせ。ほら、なんか上から入んなきゃいけないんだ。でなんかやらなきゃいけないんだよね。うん、で私歯科矯正を始めまして、まあ、歯科矯正の前の段階というか、こっち行けんの？歯をね、今抜いたんですよ、2本ね。なので、滑舌が悪くなってるのか、はたまた良くなってるのか、変わってないのか、ちょっとそこら辺は定かじゃないんですが、良くなっててほしいは欲しいんだけど、ここら辺なんもないな。ちょっと電話でワープします。まあなんかあんまうまく喋れないかもみたいなことを言いたかったわけなんですけど、ここ行きたい。どっち？こっちか。いや、なんか気合だいぶ入れてさ、入れて歯医者行ったんすよ。もう怖いじゃないですか、やっぱ歯抜かれんの。麻酔ガってされて歯抜くんだと思って、結構ドキドキで行ったんですけど、マジでものの10分くらいで終わりましたね。あっという間に歯抜かれて、いや麻酔がちょっと聞きづらくてだいぶ焦ったんですけど、まあ結果10分くらいで終わりましたね。痛い痛い痛いな、集団で来るな。ここの、ああやば、そっか、あいついんのか。ここのね、上にコンテナがあるんですけど、あれを取れてなくて、おいで、一人だけ、やば、待って、ちょっとこいつまず、いやー、バレてんのかい、痛い痛い痛い、でもなんか案外あんま強くないね、この子たち。いいか、このままバレてるか。 OK、 お掃除完了で、なんかね、多分ね、あれだろ、あれ打っちゃいんだよ、よいしょ。そしたらこれ紐を使って、よいしょ、おお、ゲット、ハッキングか。あ、間違えた、やば、間違えることあるんだね、初めて間違えた子。あ、2回目くらいかも、間違えたの。でも多分ね、別にポリマー素材とかじゃない。あ、ナノ素材でした、ポリマー素材もあっただろうなと思ったんだけどさ、とはいえ取らないのは気持ち悪いのでね、取りましたと。でオアシス行こうか。なんかオアシスになんか今あるらしい、夏限定のなんかがあるらしいんで、ちょっと見に行こう。
何絡まれてる。来いよ。よし。広大ですね。オアシスに何かこう特別なコンテンツがあるらしいので、あんのかな本当に。なんか音楽は確かに軽快。あ、あれかな。あ、これっぽい。でもイカちゃんが近くにいるからあいつやっつけよ。怖いから。近くもないか。まあでも一応ほらどうだ。何ここ飾り付けがすごいしてあります。あなた方が何かお世話してくれるのかな。あーボールとかあるよ。あー乗れるんじゃ乗れるんじゃこれ乗れんだ。はい、じゃあちょっと待って待って。ああこうやって押してちょっと真ん中の方まで持ってって、乗ったり。あなんかうまく乗れないわあひっくり返しちゃった。どうやったらうまく乗れるのかしらね。これボートもあるよ。これは乗れるの。あ一応乗れるけど、これは寝たりできんのかな。できないかさすがに。これは寝れる。あ寝れる。なるほど。ちょっと待って、これだけ水着とかくれたりしないんか。今特別な水着あるよみたいな。あでもなんか食べ物もあるわ。かなり潤ってるじゃない地球。ネイティブに占拠されたとか言ってたけど、せっかくだし水着になりましょう。こういう時くらいしか水着着ないから。私もこれしかないよ。ミッドサマーアリスしか。水着解放してないからな。どうかと思うよこの水着。大丈夫？フォトモードってどうやるんだろう。フォトモードってどうやるんですかね。なんかフォトモードが搭載されたみたいなのは知ってるんだけど。フォトモードちょっとやってみるか。探すか。フォトモードマニュアルにある。探索じゃないもんな。基本戦闘じゃないしな。ちょっと調べますね。フォトモード、ステラブレイドフォトモード。まだまだだったわ。なんじゃい。じゃあただこの水着姿でこうやって遊ぶだけ。あら刺さっちゃった。水に入りましょう。このまま浮くかな。浮き輪みたいになってるけど。わあわあ浮かれてます。あらららら。
これにさ乗りたいんだけどな。なんか乗れそうな空気は出てんだけど、うまくいかないな。これはどうやって遊ぶの。これゴールとボールあるけど、でも意外とあのイブさんボール蹴るのうまいんだよね。ほら意外とドリブルうまいんだ。これはもう立って乗るしかないのか。あれしゃがむとかあるっけ。わわわすごい。あ回復しちゃったまあでもなんか綺麗ですね景色もね。はい、これが夏のコンテンツか。もう一回くらい座ってみようか。そこまで別にアップにしたりとか写真っぽいのも別に撮れないしな。なんか寝袋みたいなのあるよ。ここで寝るの。すごい。はい、でいつものお気に入りに戻そう。あれ、あこれね、デイリーデニム。こんなもんかな。一応釣り小屋でなんか買えるか見よっか。もしかしたらなんか限定の水着とか売ってるかも。ショップ あやっぱりあれだよね。これ多分釣りポイント1500必要だ。えこれ今だけなのかな、よくわかんねえな。ずっと会ってくれ。ちょっとこのサングラスいいね。すっげえ水着だ。これも布少なっ。あ行きます。あでもさここでハリセンボン釣れるんじゃない。待って、釣り餌ってなんだっけ、どうやって買えるんだっけ。小エビでいいか。おハリセンボン釣れろ。どうやるっけ、やり方忘れちゃった。こうだよね、こうでいいんだよね。あーこれむずいんだよな。よし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 よ。ハリセンボン、なんか魚、小エビ。ハリセンボンって何が好きなの、ちょっと教えて。でもさ魚について、魚図鑑、ここでハリセンボン釣れんのかがわからん。釣り上げた魚を魚図鑑に記録してるのさ。あれは釣り人の魂の結晶と言っても過言じゃない。まあなんとなくはわかるだろう。とにかくだ、そんな日は来ないかもしれない。ご褒美。ご褒美、そう。じゃあそれを目的に。ああなんかそういうことか。ああいいや、ヒントになんで。あこれで餌を。おお奇妙な釣り餌、モザイクかかってて怖い。まあでも小エビでいけんじゃない。わからん、なくなるまで小エビでやろう。ハリセンボンちゃん、お来い。また飛びはずか。まあいいや、もう一回行こう。
ほっ、来た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 、よし、うん、来い、ハリセンボン。また飛びハゼか、飛びハゼしか釣れねえぞ。来い、金魚だ。いつになったら釣れるんすか。餌が違うんかな。来た。でもなんか結構テンポよく魚引っかかるから、まああんま飽きはしない。ハリセンボン来い、来い。あ、来た、やったー、探してた魚完了。いや、まだいい、とりあえず1個完了だわ。 OK。 でどうする。選択肢が2個あって、砂漠の西側調べるか東側の廃墟のあたり調べるかなんだけど、まあ西側行くか、西側の方がちょろそうだから。なのでここ行けねえわ。とりあえずここ飛んで、このまままっすぐ、まあちょいちょい調べてはいるんだけど、おいしょ、ちょいちょいなんだよね。しっかり調べた方がいいのか。ここ上なんかあるわけでもない。ちょっと待ってね。なんかあるかなあ。ここの廃墟みたいなのは何かありますか。あれ取ったっけ。回収済みの可能性あるな。ああ取ってない、人がいる。どうやって行くんだあそこ。壊すのかこれ。黄色くなってるからいけんだな。なんかちょっと待って、よし、でこっちか。ほっ、いった。回収や390の記憶、くっそ、砂嵐のせいで何も見えない。早く建物の中に避難しないと。まずい、 ネイティブだ、来るなってやられちゃった。なるほどね。まあいっか、じゃあここはなんかこのおっとでっかいもう竜の背骨みたいにね生えてるパイプがあるよってことだけ覚えておこう。内側から行った方がいいよな。あっちに廃墟とかもいっぱいあるけど、切りないもんね。待って。一応地図で。こっち。よし。あそこら辺は調べた。全部調べ済みのはず。ここなんだっけ。わあわあわあ、すげえすげえ。まずこいつをやっつけて、よいしょ、でイカちゃんね。うっ、なんか怖いな。爆弾がいっぱいあるな。
いやここ調べたいな、敵多くて、うわ走り回ってるやつもいるな、どうするか。よいしょ、オッケー、いやー、何、結構いい感じ。なあ、行って、びっくりした。おいしょ、オッケーオッケーオッケー、はい、よし、まだいるよ。これ足じゃない、やっぱりね、ゲソ野郎、爆発しろ。あれ全然効いてない、はあ、おーし、ショットガン、ゲソが出てくる、スティンガー、ショットガン、オッケー、ショットガンの弾こっちにもあったよね、よし、爆発弾か。爆発弾。ブラスターセル。うお、出てきた。オッケー。これで、うわぁ、いてびっくりした、もうブラスターセル行くか、いけーい、おー強い、ここもブラスターセル楽だな、動かないやつにはすごい楽です、動きが速いやつは大変だけど、ここら辺全滅かも、もう出てくんなよ、経験値か、見つけなければならない、試練の章を見つけなければならない、それに我々は救済へと導く言葉が書かれているはずだ、マザースフィアの命令に従うため目的を果たせず死んでいった兄弟姉妹のため、絶対に試練の章を見つけなければならない、見つけなければならない、予言の言葉を見つけ従わなければならない、見つけな見つけな見つけな、うん、信仰者の叫び、兄弟姉妹よ、決して信仰心を捨てるな、我々ならばこの苦難も乗り越えられる、砂まみれの廃墟の果て、荒れ果てた廃墟へ行くのだ、放棄された高架、光の差す残骸のところへ行くのだ、ハイパーチューブの向こう側、隠された洞窟へ行くのだ、3つあるってことかな、ハイパーチューブの向こう側を取った記憶がある、砂まみれの廃墟の果ての荒れ果てた廃墟、放棄された高架、光の差す残骸、ここか、なるほど、集めろと、上になんかない、登れないね、あとはいいっすかね、ここは、わあ、船だ、なやかやあるけど、一回壁沿いに戻ろう、うわ、ニョロニョロ出てるやつおる、
無防備ですね。うわ何あいつら、すっげえスピードでくるくる回ってる。うわ止まった、怖っ。あのコンテナはね、多分もうあの死体も調べ済みだよねのはず。 OKOK で、このチューブも通ったので、こっちかな、この脇の方はまだ行ってない。この裏とかなんかあるかな。ここはキャンプだけど、まあ普通のキャンプだし、なんもないね。うっ。で、登れるわけじゃないのか。うわ、なんかいっぱいな。うわ、なんだここ。え、ちょっと待って。ちょっとあっち行こう。やばそう。逃げながら戦おう。敵じゃないな、この岩は。おっしゃ。着実に行こう。この上なんもない。オッケー。なんか爆発してんだけど勝手に。ここら辺なんかあるよ多分。まずだと思ったぜ。どうしよう。切ろ。やば。こいつが出てくると思わなかった。よいしょ。やべえ。強えよこいつ。おいしょ。やばい。ああ避けた。あぶねえ。死にかけの一撃が怖すぎるこいつ。で、よし。あ、ロボットがいるな。なるほど。よし。逃げるね、ロボットちゃん。あ、いて。おらおら。来た。何？プラスチックハートボリューム4。ああ、小説。ああ、聞こえるか。まさか、名高き犯罪者様がこんな形で死ぬわけないよな。助かった。君の壊れたパーツを全部移植して元に戻しておいたよ。それを助けたって言っていいのかわからないけれど。危険を避けるのも一苦労だったよ。気分はどうだ？本当にボロボロだな。今はアクチュエーターを浮いて読んでんだよ。こっちは読んでんだよ、小説をよ。回復。いて。すごい。好きなのにプラスチックハートを。ちょっとこうセクシーな感じの小説なのに邪魔しやがって。お、経験値だけ。
この上は上がれない。これはただの像。うわ、びっくりした。もうほんとやめて。はあ、オッケー。はあ、コンテナ開けまーす。うわー、わざわざ出てきてくれてありがとう。もうなんもないよね。でもね、ちょっと一応なんか上眺めながら、なんかあるないよね。よし、ここは OK。 あっち行こう。なんかありそうだ。おー、ちょっと砂嵐すごすぎ。なんでちょうどここだけ砂嵐が。邪魔しないで。記録のあった場所へ向かうって書いてあった。ちょっと意味がわからない。戦闘中だから調べられない。はあ、こいつは倒さないといけない。いて、オッケー。あと一体あいつもか。よし、調べれる。エコーの嘆き。自由解放連盟は平和的に大砂漠を横断し、合流地点に集落を建設するつもりだった。オルカルは私たちをゆりかごに閉じ込め、理性の声を抑圧し、ネイティブを使って怪しげな計画を立てている。とてもじゃないけど信用できない。私たちは倒れた仲間に誓って非暴力を貫いてきた。でももうこの町にはいられない。私たちにできることはこの町から離れて、ことがいい方向に進むように祈るだけだ。町から逃げ出したところ、物陰から奴らが襲いかかってきた。砂嵐が吹き荒れる暗闇の中、奴らはどこまでも追いかけてきた。おかげで仲間ともはぐれた。全部悪い夢だったらいいのに。私は金と金かな、物資が入ったコンテナとオルカルとこの衛兵の非道な行為を暴いた証拠を手に無我夢中で走った。だから我々の自由だ。団結に取り逃げして破れない。マブル、この人大砂漠をうろつくなんてもはや自殺行為に等しい。この地に犯罪者が追放されるのもそれが理由だ、うん、だとしても何かが引っかかる。一体何に襲われたの。ネイティブかもしれないが、確かなことはわからない。ま、今となっては何であろうと関係ないさ。そうだけど、何かおかしい。ドローンを使ってデータチップを運んでたみたいだし、あたりを調べてみる。お、調べよう。これは？お、パスコード。私はこの通り。ああ、はい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 。第3のなんだっけこれ。私はこの通り第3の魔女と3番目の同士に声を上げ告げる。3番目、第3の同士に告げる。衛兵の襲撃が起こる前に財宝をザイオンから引き出すことに成功した。大砂漠の錆びれた僻地へ行け。女神像の後ろを見てみよう。
パスワードを読み取るため法則を見つけ出せ。だ3文字目123123333、これじゃない？わあ当たった、うん、金か。まあ金は別にねあってもなくても金はまあいいんですけどね、私からしたら。お金なんかよりもこいつを倒した時に手に入るパーツの方が欲しいぜ。マイクロはなんとか。あ、ドローンが飛んでます。ちょっと待ってください。うわむずい。おっしゃ、オッケー、壊れた。あ、ゆりかごの真実。我々自由解放連盟は近衛兵の残虐行為に関する決定的な証拠を手に入れた。奴らはあらゆる手段を使って人々をゆりかごに閉じ込め、抵抗する人々に反逆者の烙印を押し静粛しようとしている。エネルギー不足を言い訳に抵抗する者や不満を漏らす者を棺に押し込め、最終的にはザイオンを乗っ取る気だ。この真実が明るみに出ればオルカルと近衛兵の圧政は団結した人民の力を前に終わりを迎えるだろう。おお、これも予想してた通りだな。予想してた通りだった。ザイオンの地下に眠る真実。真実を隠し通すことはできない。真実を追い求めた仲間たちは謎の死を遂げたが、私たちは諦めない。近衛兵は大砂漠を通じてネイティブの血を輸送している。あくまで研究目的だそうだ。ザイオンの地下にネイティブが生息している証拠を複数手に入れた。ゆりかご、地、ネイティブ、この背後にはどのような真実が隠されているのだろうか。私たちは衛兵に反逆者と呼ばれ追い詰められている。奴らは地の果てまで追いかけてくるだろう。だが真実が明らかになるまで命がけで集めた証拠は守ってみせる。団結した人民は決して破れない。みんなこんなことに命をかけたの？一体どうして？まあ何を考えてたにせよ、何が真実かは物の見方次第で変わるものだ。ここはもう調べ尽くした。戻ったら陰謀論ってこと？料理屋を覗いてみるのがいいかもな。何か見落としてるかもしれない。おーい、いやまだいいや。で、でもこっちはもうね何もないんだと思うんだ。だから上行きましょう。この光アレンとところかな。わーわーロボットちゃん。ドロップポット。どこ？半分砂に埋もれてるな。おう。そもそも奴は一体どうやってこの場所を見つけ出したんだ？声に導かれてきたみたい。声の主は誰？やばい。もうお前は本当にやばいやつだな。いてー逃げやがった。やばい。あーミスった。分かっていたのに許せない。とりあえずこれか。これ開ければいいのか。もうなんかある。見えた。私はこの目で見た。エル・イブル・アスタリクス、アスタリスクの美しき姿。ここに来て正解だった。軌道上から落下する船、呪われた箱舟、そして天使の卵、全てを捨て、あの方は啓蒙を得たのだ。あの方のお恵みによって私は目覚めた。あの方は歩いている。砂嵐の中を歩いている。あの方はアビス・レボアへ向かっているのだ。
あの作り物は彼の地にどのような秘密を隠したんだろうか。真実の声を醜い嘘を全て暴く。私は歩み続ける。私は黒き影をまとう水光なるもの。エルウィブ・アスタリスクの後に続く。何のことですか。誰であるにせよ大層魅力的な奴だったんだろうな。アビス・レボーに向かってる。急がないと。っていうのもあった。 OK で次はこっちかな。船のあたり調べようか。あ、キャンプ見つけた。リブ、はい、かなり強い信号を検知した。え、もしかしたらカヤが話してたネイティブかもしれない。面倒な相手になりそう。キャンプって書いてるから。さて、2あるから2で取れるのあったはず。ここ行くか。よいしょ。回復してと。この岩は別に何もないね。どうせさ、強いネイティブってだよね、絶対この船の中だと思う。船じゃないか、この岩みたいなとこ。びっくりした。ちょっと今探索中なんだよ。ほら、オッケー。まったく、ここのなんかこの中じゃない。もう行って、次から次と。いで、はあ、あれなんかやられた。まあいいや、戻ろう。多分あん中だね。ということが分かったからいいや。一回ちょっとザイオン戻ろっか。ここのキャンプ開けれたのでかい。ほら、こんな風に上がってこれるのね。よいしょ。で、ミッション完了報告をいろんなところで。ここかな。まずはここか。どこ？あ、上か。オッケーオッケー。うい。何？嘘だろおい。本当にエネルギーが眠ってるとはな。こっちによこせ。さあ、回収したら俺に渡すって約束のはずだ。天使に二言はねえはずだろ。早く渡せ。天使に二言はねえはずだ。急にどうしたんだ。随分と偉そうだな。イブ、奥の方にフュージョンドライブがある。怪しいぞ。おい、勝手に見るな。悪いが、真相を突き止めさせてもらう。突き止めさせてもらうよ。ほら、掲示板。あ、なんこれ。なんだこれは。ったく、そいつは俺の嫁だよ。
大昔に死んだんだ。奥さん、なんで黙ってたの？言えるかよ。こんな個人的なことに手貸してくれるって普通思わねえだろ。まあこれがことの真相さ。町のためとか言ってたが、本当は自分のためだった。そこまで悪いやつでもなさそうだな。フュージョンセルは譲る。いいのか？ ありがとよ天使。完了。よっしゃ、マイクロ系がいっぱい手に入った。なんだ、なんか意味あんのかと思ったけど、本当に個人的な話だったな。さてと、あ、ここ行きたい。どこでお店やってんの？ティーカーだよね。お、ディガー。ディガー、ここでの暮らしはどう？ザイオンは気に入った？まずは環境の美化が必要です。掃除すんの？ここ規則を学んでいますが、それが済んだらさらなる計画を立てます。ショップ、よっしゃー、ウェポンコアゲット。ドローンアップグレードモジュール、オムニボルト。よし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 、だいぶ。ご利用いただきありがとうございました。ウェポンコア手に入った。それとスポッターも。これスポッターね。よしよしよし。でこの人か。ここに何の用だ？あなたこそ。大砂漠で町の人が亡くなってた。そうか、そういうこと。なんか真実をスタッフの顔スキャンしたとかなのかな、この人。彼は何かを隠しているんだ。人は規律を受け入れ、無知を装う。どういう意味？信じてるものが真実とは限らない。それだけさ。覚えとけ、いつかお前も俺たちの気持ちがわかる。よし、報告完了。あと掲示板行って、まあ、ここに新しいミッションある。それも受けよう。どこ？あ、全部ここか。修理。はい、ハリセンボン。品物の行方完了。大切な宝物。あなたがこれを読む頃には、私はすでにゆりかごで眠りついています。ゆりかごとは呼ばれているけど、あれって実際は墓場のようなものじゃない？私がこれを書いてるのは、ゆりかごへ向かう前に、私の大事な宝物の一つをコンテナに入れたからです。見つけられた人がその宝物を新たな、その宝物の新たな所有者になります。ただどこにあるのか教えるだけではつまらないでしょう。大砂漠の崩壊した高架に放棄された黄色いバスがあります。コンテナそこに置きました。頑張って探してみてください。忘れられない魚の味。お父さん最高の回収屋で釣りをするのが大好きだった。ザイオンから荒野へ続く道の近くの水辺でよく釣りをしてた。釣りから帰ってきたらいつも釣ってきたアメリカナマズで料理を作ってくれた。見た目は気持ち悪かったけど、あの柔らかい食感と贅沢な味は忘れられないな。よかったら一匹釣ってきてもらえないかな。お父さんが教えてくれた方法で料理を作ってみたくて。アメリカナマズはくねくね動く虫が好きみたいだよ。魚を使った料理が記憶をし。よしよし、まあいい。なんか新しいもの入ってる？それ入ってるわけねえよな。ロクサーヌちゃん、ま、さてじゃあ
なんだっけ、飲食店行ってみたらみたいなこと言ってなかったっけ。待って、まあいっか、一回戻るか。ここ。よう。三つ目のハイパーセルは一筋縄じゃいきませんね。ドローンのアップ。はいはい。まず攻撃力アップね。最高。はあ、助かった。で、よいしょ、缶を探知できるようになった。これで終わり？なんかでもどれか水着をせっかくだから解放するか。砂漠に映える水着。いや、さっきのしかないじゃん。これ水着ってわけじゃないのか。あー、こっちの方が良かったか。あー、これもか。スイムウェアって書いてるもんな。よし、よしなのか。で、メンテが必要。あれ、どうだろう。おお、びっくりした。エンヤ、また立って歩けるようになってよかった。私も本当に嬉しい。それで二人ともどうしてここに来たの？実は頼みがあったな。この前ちっちゃなドローンが酒場に来たんだ。ドローン、もしかしてディガーのこと？おー、ディガー。そのドローンがエンヤの歌を知ってるとだけ言って、そのまま酒場を出てったんだ。その後ドローンを探し回ったんだが見つからなくてな。いるよ、町に。イブ、お願いばかりで申し訳ないんだけど、私がなくした記憶と関係がありそうなら、あのドローンから話を聞いてくれない？ディガーならザイオンにいるはずだから、きっとすぐ見つけられると思う。ああ、助かるわイブ。何か分かったらすぐに知らせる。とりあえず二人は町に戻ってて。ここは危ない。ありがとう。別にここ危なくないだろ。すまないな。おい、ディガー、はい、行くか。すぐそこにいるよ。な、頼むほどのことじゃないと思うんだけど。こんにちは。はい。あ、リガ。ここに引っ越して。そんな。エンヤの情報。リガ、あなたエンヤに話しかけたでしょ。ええ。芸術は誠に素晴らしいものです。歌を聞くのは初めてのことでしたが、おかげで人間の文化に対する理解度が高まりました。初めて。あの歌について何か知ってるの？知ってることを教えてくれる？もちろんです。あなたの頼みであれば喜んで。エンヤの歌に関する情報をお教えしましょう。スクラップ平原にたどり着くまでに私は数多の地を巡りました。その道中で149ペタバイトものデータを収集しています。そしてザイオンで私の音声アーカイブに保存されていたデータと一致する歌を耳にしたというわけです。歌が同じでも歌い手は違うでしょ？いいえ、データの一致率からするに歌声の主は同一人物だと考えられます。
該当データはオペラハウスと呼ばれる場所で入手しました。通称砂まみれの廃墟です。うわ、大砂漠か。以上がエンヤにお伝えした内容ですね。なるほど、だんだん話が見えてきた。ありがとう。お役に立てて光栄です。またお越しください。これはエンヤに伝えに行った方がいいの？あ、オペラハウスへ向かうか。結局大砂漠か。オッケーオッケー。さあ、でもね、もうここら辺で終わりにしようかな。もう探索も結構したし、ミッションの報告もしたし、攻撃力も上がったし、最高の状態なんで、とりあえずオアシスに行ってサムネになりそうな感じの雰囲気を撮って終わりにしよう。どれがいいかな。これは、あ、背中かっこよ。ちょっとプロレスラーっぽいね、これは。あ、これがいいね。あ、なんか尻尾ついてる。ちょっと髪の色と合ってて、まあいいね。お、あららららら、ら、あんまりちょっと良くないですね、この角度。しゃあないか。でも、はい、なんかこう夏って感じの、なんか夏って感じの意外とさ、これ座ってさ、いい角度になんないのよね。わかります？なんか遠すぎるし、これだと。なんかアップにしたりしたいんだけどな。髪の毛も長いし、浮き輪とかつけたいんだけど。ああ、足にくっついた。浮き輪つけれない。あ、つけれた、つけれた。ああ、つけれない足に引っかかってるだけ。ライティング的にもこんな感じがいいのかな。夏本番。よしこんな感じでいいかな。というわけで、いいですね、夏限定コンテンツもあるので、気になる方はぜひ遊んでみてください、はい、ということで次回も探索していこうかなと思います。以上、ハンサムクロージでした。バイバイ。